こんにちは、オルカチャンネルのケンタです。今回も前5回の柔軟性についてね、お話の続きです。競泳選手は柔軟性が高い。それは事実でしょう。今日のテーマは背泳ぎに絞って考察していきたいと思います。これまで同様、トップアスリートを被験者とした発表からそれを紐解いていきます。競泳は泳法ごとに特徴的な違いがあります。この研究では泳法別に体の柔軟性に違いがあるのかをそれぞれ比較しています。対象は2009、2010年の日本代表候補強化合宿の参加選手86名で、その内訳は背泳ぎ18人、バタフライ15人、平泳ぎ25人、自由形16人、個人メドレー10人です。結果です。肩、肩甲骨、肘、膝、足、股関節を対象に9つの柔軟性を評価する測定項目のうち3項目で泳法ごとの差を認めました。その項目とは肩関節の回旋幅、膝関節の下伸展角度、足関節のつま先から床までの距離です。この結果からトップアスリートの柔軟性は肩関節と膝関節、足関節の3つの関節がポイントになることが分かりました。さらにこの研究において背泳ぎの選手は他の泳法の選手と比較して足関節の柔軟性が優位であり、背泳ぎの選手の特徴は足首が柔らかいことだと分かりました。このような特徴が見られる原因としては泳ぎの違いによる足関節の使い方の違いが挙げられます。では生体力学的な側面から解明していきましょう。キック動作においてうつ伏せ姿勢だと水中に向かってキックを打つため下肢の筋位部がメインに曲がります。対して仰向け姿勢だと水面から足が出てしまう関係上遠位部が大きく曲がる必要があります。このことから仰向けで泳ぐ背泳ぎでは側部が優位に使用されることで柔軟性を獲得していると予想ができます。側部の柔らかさが必要なのは背泳ぎだけでしょうか。有名な1995年の研究では側部の柔軟性とキック速度は正の相関、つまり足首が柔らかいほどキックが速かったと報告しており、足首の柔軟性が重要なファクターになることが分かっています。しかしながら課題として、柔軟性が高いからキックが速いのか、キックの技術が高いと柔軟性が向上するのかという疑問が残ります。これが先天的な要因に関しては前回までの動画でその有効性が分かっています。対して後天的なものであるなら柔軟性を獲得する有効な方法を探す必要があります。一つの答えをくれるのがこの論文です。2012年の信頼性の高いシステマテックレビューでは遠心性トレーニングが柔軟性の獲得に非常に効果的であると結論付けています。遠心性トレーニングや遠心性収縮とは筋肉が収縮、つまり縮みながらストレッチ、つまり伸びていく運動様式を指しており、この研究ではこの遠心性の様式でのトレーニングが柔軟性を向上させると報告しているのです。泳ぎとは違いますが、この動画のお尻の筋肉、大臀筋にご注目ください。この動画の大臀筋のようにキック動作での前脛骨筋をはじめとしてスポーツ動作の多くが強い力を発現させられる遠心性収縮を利用しています。この研究は後天的に運動によって柔軟性が拡大されることを示しています。ここまでの結論として、先天的な関節の緩さを持つ選手はその可動域を生かした水を捉えるためのコントロール練習が必要で、後天的な関節の柔軟性を持たせるためには大きな可動範囲でストレッチされるようなポジションに持っていく技術が必要であると考えられます。まとめると、弛緩性ないし柔軟性という可動域に関する話題は技術力に依存しているのではないでしょうか。柔軟性に目を奪われて闇雲にストレッチすることがもしかしたら間違っているのかもしれません。弛緩性について実際にですが、長年トップに君臨し続ける入江選手は先天的な関節の弛緩性を持ちながら世界一の技術でそのコントロールを可能としています。それでは今回のまとめです。オルカチャンネルでは1つ、泳法または選手のフォームごとに
可動範囲の広い関節の柔軟性が高くなる傾向がある。2つ、先天的に関節が緩い選手が存在するため、これは分けてアプローチする必要がある。3つ、後天的に柔軟性を獲得させたいのであれば、遠心性トレーニングを意識する必要があると結論付けます。次回最終回、個人メドレー編にて具体的な方針を提案させていただきます。ということで、このチャンネルでは科学的にパフォーマンスを向上させる可能性の追求と、実践的な体づくりについて、そして実際の取り組みについて今後も発信していきます。今回の話が役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画のリクエストは動画のコメント欄で受け付けています。というわけで、ご清聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。